浮気ですってそれは。夜起きたら。でもあるあるじゃないですか。もう本当別れるちょっと前とかだとみんな浮気しちゃうみたいな。僕は浮気したことあるよっていう人はもう仮面してるし。そうそうそう。思い切って言ってみよう。さあ始まりました。恋ラボナジャグランディーバでございます。ハッピーハッピー。山根千佳です。ハッピーハッピー。あ、可愛らしいね。ありがとうございます、今回の企画は恋愛お悩み座談会となっています、はい、恋愛お悩み座談会とは人には言いづらく自分で抱え込んでしまいがちな恋愛のお悩みをみんなでざくばらんに相談しながら、はい、少しでも悩みを軽くしようという企画になっております。なるほどね、はい、はい。割とこう悩みを皆さんに聞くねんけどさ、うん、解決してないよね。なんか確かに解決、あそんな悩みあるんだなって言って終わってる感じで、うん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 、もうなんか話聞くのがもう面白いじゃないですか。いやそうなのよ、みんな結構いろんなエピソードとか持論を持ってるからね。 そうですよね、それ聞いてると楽しいのよね、うんうん、だから前回はもうフェチについて語り、うん、そうだね、今回は何ですか。テーマこちらです、うん、浮気は許せる許せないパート2です。はい、はい、待ってパート2か、前回も聞いたもんね、はい、だからメンバーが変わったから、うん、そうです。前回はなんか浮気しててもお前が好きだよって言ってくれりゃいいかなっていう思ったもんね。結構バラバラでしたね。さまざまな意見が出ましたので、うん、今回も楽しみですね。そうですね、はい、うん、じゃあもう早速聞いていく、聞いていきましょうか、うん、じゃあまずちーちゃんさん、浮気は許せる派ですか。許せないです。お、許せない、許せないです。これはなんでですか。今の人じゃないんですけど、はい、あったんですよ。浮気されたされてた、うん、からもうそれから一回経験してしまうとね。それはどういう内容だったんですか。彼のことを好きな年下の女の子がいて、うん、でも遠距離だったから、うん、実際会えてなくて、うんうん、その来てくれる女の子の方にもう行ってた。あ、なるほどね。その女の子の方が近かったから、そっちに行ってたみたいなのを後から知って、その時はどういう風に、じゃあ一応なんかなんでそんなことするのみたいな、一応喧嘩みたいなとか言い合いにはなるの。さすがになって、うん、でももう泣きながら泣きじゃくって無理って言われて許しちゃいました。許したの、それで許せない、許せないの、何どういうこと。許せないんじゃないの。いざとなると許す。それは何、男のこう涙に弱いっていうこと。なんでですかね。でもそれほどもうめっちゃ好きってこと。でも好きやったのは好きですね。離れる方が嫌だ。でもそこ許した後どうなったのよ。許した後はすごく仲良くなりました。ねえ。それで、そっからまたしばらく付き合ったわけ。そうですそうです。結局別れたんですけど。でもちゃんと続いたわけです、ね、はい。傷ついたっていう意味ではやっぱり許せないっていうところね、うん、でそこで心改めてちゃんとまた私だけを見てくれるのであればよりは戻しますよっていう。そうですね。じゃあ続いてリーナさんは浮気許せる派許せない派ですか。私は許せない派です。じゃあ普通はそうやもんね、うんうんうん。それはなぜですか。なんか多分自分で和解したつもりでもその後後々浮気するし、うん、同じ熱量じゃない人と一緒にいてもなんか時間の無駄に感じちゃうっていうか、はっきりしてるね。だ、うん、で1回する人はもう何回もするやろっていうことやね、うん、じゃ続いてどうしましょう。ミサさん、浮気は許せる派ですか許せない派ですか。何が浮気なのかっていう定義からまずちょっと曖昧な気が最近していて、どちらでもない。でもそれ前回もどこまでが浮気ですかって話したもんね、はい、でも結構みんなバラバラで意見としては、そうやった、うん、キスやったり、うん、相手に罪悪感が出たらとか、うん、手つないでもダメみたいなのもあったし、うん、電話でダメもありました ね、 あったね。それだからミサさんの中で自分で決めればいいんじゃない、うん、ここをボーダーラインですっていうの、うん。でも相手がお付き合いしてるだけってなると、うん、特に何の制約があるわけでもないので、うん、お互いになんかそれを理由に好きなのに他の子にちょっと一瞬でも伸びた瞬間があるから嫌だみたいなことを言うのもちょっと違うのかなって思って、うん、でも嫌な人は一瞬なびかれただけでもう無理っていう人多いと思うよ、うんうん、すごい器が大きいから。そうドライまではいかないけど、うん、割と冷静ですよね。だから逆に言ったら自分もそうなる可能性もある
あ、保険かっていうのがあるのかもしれないね。それはどうですか。なんか何かをするってことはなくても、うん、気持ちの上でこう、あ、いいなって思う人がやっぱお付き合いしてる人がいてもあるから、うん、なんか一概には何とも言えないなって。福ちゃんはどう思ってるかよ、ね、最後に気になるな。どうですか。いや、私はもう断固許せない派。おこれは理由は自分に気持ちがないとどうしても話しててもなんか噛み合わなかったりとか、気持ちが向こう向いてるから些細なことでなんかぶつかりそうで嫌だなっていう。大人な意見の気がする。そうですね、うん、許せないからって言ってもいざ自分のことになるとっていう話ですよね。いや、そうなんですよ。結局前もそうやってんけど、ちょっと妄想で話してるとこあるからだってしーちゃんは許せないって言ってたけど、はい、実際は浮気に遭遇したら許してんねんもん。そうですよ。そこはどうなるか分からへんけど、逆に浮気したことある人はいるんですか今。ある、しーちゃん、めちゃくちゃやな。ちょっと、あ、そう。でもめっちゃ聞きたい。聞きたい、これもね。どういう秘策でそうなったのか聞きたい。なぜ、なぜですか。でもこれも境界線があるなと思っていて、はい、相手にとったら浮気っていう認識だったんですけど、うん、もう普通に遊びに行って夜起きたらみたいな。いや、浮気ですってそれは。夜起きたら。だって一泊してんねやろ。ほんでそこで体の関係は。いや、浮気やんか。それ浮気じゃないと思ってたわけ、しーちゃん。いや、あれはもう何も気にしてなかったんですよね。遊びに行ったのが夜、あの飲みに行って、うん、いわゆるクラブとか行った時に、そこで出会った人と遊ばせて起きたっていう。ナンパしてきたわけ、その男は。そうでしたね。で、彼氏いるんだっていう話もせずに。いや、してたのかな、覚えてないですけど。やばい、やばい、やばい。覚えてないっていうのもすごいわ。だいぶ軽い気持ちで行ったっていうことじゃないの。もう多分別れるとか考えてた時期で、多分気持ちがフラッと行っちゃった。でもあるあるじゃないですか。もうほんと別れるちょっと前とかだとみんな浮気しちゃうみたいな。でもその後もう友達にめちゃめちゃ怒られて、でその友達と疎遠になって、もう絶交ぐらいまで行っちゃったんで、もう友達の関係が切れる方が怖いっていうの分かったから、うん、もうそれで懲りたというか、もう反省して、うん、許せない派になりました。なるほどね。ちゃんと自分の経験があったんです ね、 うん、僕は浮気したことあるよっていう人はもう仮面してるし、そうそうそう、思い切って言ってみよう。そうそうそう、うん、浮気相手になってたことは。ああ、なるほどね。なるほどね。彼氏が結婚したの。婚約者がいて、婚約者で結婚したいって私にも言っていて、親に挨拶まで行ったけど、その2週間後に向こうのお母さんが家の前で立ってるっていう事件が、何事かと思ったら、うん、その場で土下座お母さんにされるっていう。うちの息子が二股ですまないみたいな。申し訳ございません。なんで息子は来ないんだろうっていうことだけが気になってたのですかって。そんな男やのに付き合ってる時はそんななんかろくでもない感なかったわけ、うん、なんか当時はなんか結婚願望があって、うん、結婚したいなって思ってたタイミングで結婚しようって言われたから、うん、そっちに舞い上がっちゃって、相手がどうこうとか多分そこまで考えてなかった。結婚するって事実だ。それが欲しかったんです ね、 ううね。じゃあそっからそのお母さんは土下座されたけど、うん、その彼氏には何か連絡したの、別れよう的なこととか。したんですけど音信不通になっちゃって、でもその3ヶ月後ぐらいにたまたま駅で電車を待ってたら向かいのホームに立って、あ、そうなんだ。やばい、捕まえたっていう。捕まえたんですか。え、ほんで話したん。どういう経緯でこうなったのか、うん、一部始終をご説明いただきたいですっていうので、うん、え、それはでも別に聞いててもまあムカつくやろうけど、うんうん、まあ、しゃあないなって思えるいきさつやったわけ。いや、全然しゃあないなって思わなかったですけど。そうやね。ね、結婚詐欺しかないかなんですかって思わず確認をしてしまうくらい。いや、でもそうやろね。え、それ なんて答えるんですか。そういう職業はやってませんって言われて。そう。いや、もうなんか好きになるってそう、もうなんか分からなくなるのかな、何もかもが。見えなくなっちゃうと思います。
だから客観的に見てたらそんなの正しいこと分かるはずなのに、ね、いざとなるとっていうところですよね。惚れてんねんもな言うたら。だからこれまとめようとしてもまとまんないですよね、結局。でもいろんな意見が皆さんあってそれで、うん、いいと思うし、そうですね、うん、ただやっぱちーちゃんがちょっと心配この先ね、この先一番心配ですね、うん、話聞いてると。そうね、はい、思うわ。今日も濃かったです。いや濃かったけど面白いですね毎回毎回面白い話が聞けてます。ありがとうございました。ありがとうございました。さあということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ナジャグランディーバです。いかがでしたか。さまざまな恋愛事情がありその後の恋の行方も気になりますね。また他の企画では冴えない男女の変貌ビフォーアフターや恋占いなどさまざまな恋愛にまつわるコンテンツを配信しています。ぜひお見逃しなく。